やっぱりカメラ。それですね、一眼レフの、ジオレフじゃないですかね。古谷さんって、このすぐ近くにお住まいなんですけども、高校の時は、甲子園に出られてます。であの僕の大学の大先輩で、川崎重工業の、時間っていうすごい、要は川中の中で大活躍されてます。本当のサイト、モーターサイト。で、今日お話しいただくのは、大学は、野球をするっていうところやっていう話ではないです。要は、思って撮ってますから、こういうのね。でも、申し訳ない、授業をもうちょっとしたいんですけど、今日はちょっとここで早めに終わってしまうんですが、申し訳ない、どっかでこの残りの道時間は何かでまた授業しますから、この今日のメモを出して、写真撮っとくか。